バハイ教は19世紀のイランにおいてバハオラによって創設された独自の聖典、暦を持つ最も新しい世界宗教である。19世紀にペルシャと中東の一部で発展し、その時から現在まで神徒に対する迫害がその地で続いている。その信じる主要な原則は神の一体性、宗教の一体性、人類の一体性である。バハイ教には 三人の主要な人物がいる。カズトメがバブで神が近々キリストやムハンマドのような預言者を人類に送られると人々に教えた死者として考えられ、彼は1850年のペルシャの権力者によって処刑された。二人目がバハオラで1863年にバブが預言した預言者は自分であると宣言し、その人生の大半を追放と投獄のうちに過ごした。 三人目が、バハオラの息子のアブドルバハで、彼は1908年に遊兵生活から解放され、ヨーロッパと米国へ布教するために旅行をした。1921年に、アブドルバハが亡くなった後、バハイ教の指導者の地位は、アブドルバハの孫、将棋エフェンディに引き継がれた。バハイ教とは、その行政的な事柄を取り仕切る、地方、全国の精神行政会を、毎年、 選挙で選出する。5年ごとに世界中の全国精神行政会は万国正議員を選出する。万国正議員とは世界中のバハイ共同体にとって最高位の行政機構である。イスラエルのハイハ、バブノ病の近くに位置する。1995年時点で2112の民族や部族を背景に持った人々がその信徒となり、 すべての国と俗領に浸透したと言われる。また、国連の NGO としても登録されている。バハイは、バハオラの教え、あるいはバハーに従うものの意味がある。それは、アラビア語バハーに由来し、栄光、後期を意味し、この後にペルシャ語の設備辞がついた形である。バハイ教は、ペルシア語の発音に即して、バハーイー教と日本語表記され、 主に学術論文などで使用されてきたが、日本のバハイ共同体が、その表記をバハイに統一し、海外で出版された書物が近年になりバハイ、出版局より多く翻訳されるにつれ心境の故障も、初期のバハイよりバハイが広く普及し始めている。バハイ教の創始者バハイユーラの名前も、同様に古いものには発音表記を、 バハウッラーとする文献もあったが、バハイ共同体が現在使用する、バハオラの使用が一般的になっている。英語でのバハイズムは、軽蔑的な意味合いを含んで使われるとされ、この宗教を示すことしては、母語、アイフェイスが標準的である。バハイ教の教義はいくつかの点で、他の一神教信仰と似ている。神は唯一であり、全てに権能を持つものとみなされている。 ただ、バハオラ自身の家系、また、進学上、重要視される制約も、アブラハムへ遡るところから、バハイ教は、基本的には、アブラハムの宗教の系列に含まれるものだが、モーセ、イエス、ムハンマドラに加えて、アブラハムの宗教に含まれていない、ゾロアスター。 釈迦などの世界のすべての大宗教の創始者も神の権事者であり、バハオラ教の創始者バハオラはそれらの最も新しい時代に生まれた一人であるとされる。そのため、バハイ教では主要宗教を社会監修や解釈によって分かれてはいるが、目的においては原則的に一体であるとみなしていて、このような多宗教を排除しない寛容な思想の影響もあり、 相手を回収させる目的での布教活動は禁止されている。また公然と人種差別とナショナリズムを拒絶し、諸民族の一体性についても同様に強調している。バハオラ教の教えの中心には、すべての国々、民族、心情、階級の繁栄が保障される統一された世界の秩序を打ち立てるという目的がある。人類の平和と統一を究極の目標とし、 真理の自己探求、男女平等、一夫一夫性、科学と宗教との調和、偏見の除去、教育の普及、国際補助後の採用、極端な貧富の差の排除、各国政府と法律の尊重、アルコールや麻薬の禁止などの協議、戒律を持つ。発祥地のイランや中東にとどまらない世界的な普遍宗教としての性格を有する。バハオラの長男で、 1892年に、バハイ共同体の指導者となったアブドルバハは、猿から人間が進化したというアリーな進化論を、否定し、人間が時と共に進化をしたきたことを認めながらも、初めから人間としての特徴と可能性を持った、独自の実態であるという創造論を主張した。類心的な啓事というバハイ教の概念は、世界の諸宗教の有効性の需要に着着し、 それらの宗教の創設者たちは、神の権事者とみなされる。宗教の歴史は、その時代、その場所にふさわしいものとして、聖典として与えられ、より広範な、より進歩的な啓示を、権事である者たちがもたらす一連の配分であると、解釈される。特定の宗教の社会的な教えは、後の権事によって、時代や場所によって適切とされるように無効とされるかも、しれない。 反対にある一般的な原理は普遍的で一貫しているようにみなされる。バハイの信仰ではこの類心的啓示の過程は終わることがないが、それは周期的だと信じられている。しばしばバハイの信仰は先行宗教の信条を根拠したものとみなされるが、バハイ教徒は彼らの宗教は自分の聖典、教義、歴史を持つ独自の伝統だと主張する。スンナ派。 シーア派ともにイスラームの機関や聖職者は、バハイ教をイスラームからの帰教者、または廃教者とみなし、バハイ教徒への迫害につなげている。相対年代及びバハオラの教えの現代の状況への妥当性において、他の伝統と異なるものとし、バハイ教徒は自らの信仰を独立した世界宗教としている。バハオラは、 先行宗教のメシアサイリンの希望を満たしたものと考えられている。ヤーバハウルアブハーユダヤ教、キリスト教、イスラームに共通する唯一神を信仰する。聖典の言語では、アッラーやホダーなどが一般に使われるが、いくつかの例外を除いて、各国語に翻訳されて使用されている。アッラフアブハーバハイ教において、最も基本的な祈りであり、翻訳されずに、 言語のまま唱える。バハオラがアドリアノープルに追放されていた頃から使用され出した。やあ、バハーウルアブハーなるもの好奇期よ、バハーは、バハイ教において最大の名とされる。バハイ教では、イスラームの伝承では、神の多くの名称があるが、そのいずれが最大の名であることは隠されていた。バハオラはそれは、バハであると掲示された、とする。他に、不価値の本質。 絶対一世それ、自体、すべての名称の主などとされ、ダニエル書の、日の置いたるものや、慈悲深いもの、自尊するものなど、クルアーン由来の名称も多く使われている。バハイ教における重要な概念に、神の権事者がある。これは、セム系一神教の預言者にあたり、バハイ教でも預言者という言葉は使われるが、神の権事者という言葉がより好んで使われる。 神の賢事者とは同じ神から使わされて、同じ目的のためにこの世に現れるとされる一連の人間のことであり、その本性は神と世界の仲介者である。古くはアブラハムやモーセ、イエス、ムハンマドなどであり、バハオラに続くとされる。同じ神から使わされた彼らは、その教えに本質的に違いはなく、差異があるように見えるのは、ただ時代。 地域の制限と能力による。神の権事者には優劣はなく同等であり、本質においては彼らは一つである。これらのバハイ教独自の予言者間は、バハオラの革新の書やアブドルバハの質疑応答集に最もよく表されている。この神の権事者という考えは、類神的啓示という概念と直接にリンクしている。神の権事者は、 各時代に現れて新たに神の啓示を伝える。それは、各刑事の根底に共通する、普遍的な教えを時代に合わせて適用させるためであり、その目的は人類を教え、進歩に導くためである。そのために刑事は、類進的に行われ、それに終わりはない。ムハンマドからバーブまで千年以上の時の経過があり、バハオラから少なくとも千年間は、新たな権事者が現れることはない。 大予言者と小予言者神の剣持者と呼ばれる、大予言者と小予言者と呼ばれる区別する。前者は太陽であり、後者はその熱と光を受ける月に例えられている。モーセに対するアロンや、ダビデ、エリア、エリシャ、イザヤなどの旧約聖書の予言者が小予言者とされ、彼らは大予言者であった、モーセの影響のもとにあるとされる。神の剣持者、大予言者とされるものは、 アダム、ノア、アブラハム、モーセ、イエス、ムハンマド、バーブ、バハオラのほか、ゾロアスターが、バハオラ自身によって言及されている。さらにアブドル・バハによって、クリシュナ、ブッダが神の権利者として言及された。孔子については偉大な教育者で改革者と言及しているが、バハイ教では、神の権利者と認定されなかった。 アダムからバーブまでが一つの周期であり、バーブによって新たな刑事の周期が始まったとする。バハオラの書簡が神の言葉として最重要視され、その先駆者であるバーブの著作も重要視される。アブドル・バハは全2者のように神の権事者とはされないが、バハオラから聖典の解釈者に任命され、彼による質疑応答集、講は書簡等も聖典に入れられている。 各人相当量の所管が存在するが、主要な著述を年代順に下記に列挙する。バーブ・バハオラ・アブドル・バハバ廃墟で重視されるものの、一つに、聖約と呼ばれるものがある。聖約は、人間が神の権事者を通じて、神と結ぶ約束で、神は人間を援助し指導するとされる。これは、大聖約と呼ばれ、仏だ、イエス、ムハンマドなどの権事者は、 すべてこの体制役を果たすために下されたと考えられている。また、権事者の後継者に関して、権事者と信者が交わす契約を、小制役と呼ぶ。まず、バハウッラーの死後、後継者として、息子のアブドルバハを受け入れるよう信者と契約を交わし、アブドルバハの死後はさらに、孫の将棋エフェンディ、そして、バンコク正義委員へと継承されていった。この制約のおかげで、 バハイ教は分裂とは無縁で和合を保ってきた。次の原則は、バハイの教えの理解しやすい要約として、頻繁に列挙される。それらは、アブドル・バハの1912年のヨーロッパ及び北米での旅行での講演の記録に由来する。バハオラは5つの存在領域を区別していた。使用される用語は、部分的には、イスラーム、シンプラトン主義にまで遡ることができるが、 これは、バハオラが、シンプラトン主義の世界観を立証することを意味するものではない。彼は、すべての形事上学的見解を、絶対的心理ではなく、精神、心理的、文化的な繁栄として、相対的なものとみなしている。バハイ教は、主に社会倫理や個人倫理に焦点を当てながら、形事上学の重要性を強調する。神は5つの領域すべてに権限し、 人間は物質世界から天使的世界の間に存在する。心的な世界はこの世界の周りを回り、すべてが相互依存している。心的世界は因縁によってのみ記述することができる。ナースートとマラクートは創造の世界であり、同じ霊的な法によって支配されている。この世界の人生の目的は、次の世界に必要な霊的な資質を育てることである。バハオラは、 また神の多くの世界について書いている。スーレバファでは神の世界はあなたたちの数法では数えきれずあなたたちの尺度において無限であるという真実を知りなさい。全知全権なる神以外には誰もそれを資料知り返すことはできない。アブドル・バハはローヘア・ファー・キーへにおいて無限の世界に無限の神の権者たちがいると述べている。バハイ教では祈りを 義務とされる必須の祈りと献身的あるいは一般的祈りの2種類とする。どの祈祷文もバーブ、バハオラ、アブドゥルバハに由来し、多くの祈祷文が残されている。一般的祈りは様々な場合に唱えるものとして分類されており、バハイ教徒は任意にこれらの祈りを行うことができる。義務となる祈りバハイ教徒は毎日必須の祈りと呼ばれる祈祷を行うことと、 断食とが最も大きな義務になっており、それを怠ることは霊的な罰則を持つものとみなされている。バハイ教の特徴として必須の祈りは各個人で行うことが規定されており、キリスト教の天霊やイスラームの集団礼拝用に義務としての集団礼拝は存在しない。例外として個人のための祈りのみ、回収の祈りとして設定されている。ケターベアクダスにおいて、 この質の祈りについて規定された。バハオラは別の書簡にこの祈祷文を書いておいたが、周囲のイスラーム教徒を刺激しないために当時それを公開しなかった。この時書かれたテキストは9つのラーカーからなるものとされていたが、バハオラの死後、長男であったミルザー・ムハンマド・アリーによって金庫から盗まれ、失われてしまった。その後、上記のテキストの代わりに、 バハオラの三つの祈りのテキストが、日々の必須の祈りとして使われている。原文はいずれもアラビア語であるが、各国語に翻訳されたものが使用される。バハイ教徒はこの三つの中から一つを任意に決めて、使用するが、それぞれの祈祷文の規定に従わなければならない。規定三つある、必須の祈りのうち、一つを自由に選び、その規定に従い祈ること。それぞれの必須の祈りの前には、 手と顔の洗浄を行わなければならない。正常な水が得られず洗浄が行えない場合は、いとも純粋なる味方、いとも純粋なる神の御名においてと5回繰り返した、後に祈祷を行う。また、怪我などによって、水の使用が害になる場合もこれに準じる。必須の祈りには、毛振れにあたるが定められており、悪化のバハオラの病の方面を向くことが定められている。 短い必須の祈りこの祈りを選んだ場合は昼にのみ使用することができる。この祈りは神の前に謙遜の姿勢で立って行わなければならない。最も短く、アラビア語原文では25ワードに過ぎないが、人間として生きる目的、つまり人間は神を知り、崇拝するために創造されたことを簡潔に示している。注意と長い必須の祈りは、律令や気配などの動作を含み、 それが物理的に行えない場合以外は義務である。注意の必須の祈りは1日に朝、昼、夜の3回行うことが規定されている。長い必須の祈りは24時間に一度唱えることになっている。15歳未満70歳以上病気中の人、月経中の女性は義務的ということから免除される。注意の必須の祈りこの祈りを選んだ場合は朝、昼、 言うに三回使用する。手と顔の戦場に関わる祈りを含む。バハオラの祈りと瞑想にテキストを生み出すことができる。長い必須の祈りついた地に一度使用することができる。バハオラはこの祈りについて語っている。この祈りは自身が祈りに満ちた気持ちを感じた時に行うものである。実にこれはこのようなものとして掲示された。もし、 それが岩に向かって唱えられれば岩は動き出し、叫び出すであろう。山に向かって唱えられれば山は動き出し、流れ去るであろう。これを唱え、神の掟き手を満たすものは前期かな。これもバハオラの祈りと瞑想にテキストを見出すことができる。この長い質の祈りは、サラート、またはナマーズとして知られている。九十五回の商を一日の中に、 アンラーフ・ワブハという最大の名を含む証明を95回唱えることも義務とされる。この祈りを行う場合も戦場を行うことを義務付けられるが、必須の祈りに伴って行う場合は、合わせて一度の戦場で良いことになっている。19日間の断食は、バハイ歴の1年の最後の月に当たる19日間の日の出から日没まで行われる期間である。 必須の祈りに加えて、バハイ教徒にとって最も大きな義務となっている。バハイの断食はいくつかの多宗教の断食の実践に似ている。断食はバーブによって設定され、バーブはペルシャ語のバヤーンにおいて、バービ歴の最後の月の19日間が断食の当たると記した。バハオラによっても受容された。これについての規則は、ケタアベアクダスによって記された。 春分前の19日間がこれにあたる。この時期以外に断食することも許されているが、それは進められず、ほとんど行われない。必須の祈りと同じく、バハイ教徒にとって最も大きな義務であり、人を神に近づけることを意図している。将棋へフェンディは次のように説明している。断食は、本質的に瞑想と祈りの期間である。その間に、信者は、 自身の内なる生命を再調整する手配し、魂に潜在している、精神的力を活気づけ、生き返らす努力しなければならないこのように、その重要性と目的は、基本的に精神的な特性を持っている。断食は象徴的であり、肉体的な欲望と利己心を節制することを思い起こさせる。断食の規定と免除断食の期間は、バハイ歴のウルービの終了から始まる。 日の出から日没の間飲食及び喫煙は立たれる。15歳以上に達すれば男女共に義務とされる。もし無意識間に接触してしまっても事故として断食を破ったことにはならない。昼夜の時間が大幅に変わる。高緯度の地方では時計によってその時間を固定する。断食の義務の免除についてケタアベアクダスは提示している。免除に当たる人は失踪に 私的に接触するように求められる。他に旅行中においても断食の免除が与えられる。家に帰った場合は直ちに断食をし始めなければならない。保護後らは神の権利と訳されるケターベアクダスによって規定された社会経済的かつ霊的な法である。その最も基礎的な形式は本人の負債の支払いの後に残った。 十分に生活できる財産よりも多い余剰部分の19%を提供することであり、その提供資金は社会的、経済的な開発計画や人道目的に使用される。1873年にケタアベアクダスによって保護ごらの法は書かれたが、最初の段階では支払いの受理は行われなかった。1878年にバハオラは、 最初の受託者を任命し、イランでの信者から福福を受け取る責任を持っていた。この後、中東のバハイ教徒に広がっていった。1985年、福福に関する情報は、世界的に拡散された。1991年には、福福ラーの中央事務所が、バハイ、世界センターに設立された。バハオラ在世時は、福福は彼に直接管理され、その没後には、 アブドルバハがそれを行った。アブドルバハの遺訓において、保護者は、ザ・ガーディアン・オブ・ザ・コーズ・オブ・ゴッドによって、提供を受けると規定された。バンコク正議員の選挙以来は、この期間へと提供される。計算不ークラーの支払いは、個人所有物の価値の計算に基づく。必要経費がすべて支払われた後、当人の財産、収入を対象とする。所有物のカテゴリーは、 住宅、必要な家庭用品、ビジネスあるいは、専門の設備及び、家具のようなものは、福岡らや他の支払いから免除される。どの用品が必要で考えられるかの決定は、バハオラは、当人に、それを任せた。バハイ教徒の巡礼は、ハイファ、アッコの聖地と、バハイ世界センターのバージを訪れることからなっている。バハオラは、ケターベアクダスによって、 バグダードのバハオラの家とシーラーズのバーブの家へ、この二つの場所への巡礼を命じた。スーレ端として知られる二つに分かれた書簡では、これらの場所への巡礼のために、特定の儀式を規定した。余裕があり、そうすることができる場合、かつ、それを誰かが妨害しない場合は義務である信者はどちら、片方を自由に選ぶことができた。その後、アブドルバハはの目的地として、 バージのバハオラの病を指定したが、そのための特別な儀式は規定しなかった。バグダートのバハオラの家バグダードの最も偉大な家バハオラの家は、1853年から1863年まで、バグダートの北東、スレーマニエ氏の近郊のクルディスタンの山に2年間を除いてバハオラの住んでいた場所であった。それは、チグリス川の西部土手のカディメイヤ地区にある。それが、 ケターベアクダスによって、巡礼地として指定され、聖地とみなされた。1922年、シーア派の権威者がこの家を没収した。国際連盟の委員会は、バハイ教徒の返還請求を認めたが、コミュニティに返還されなかった。2013年6月に不明瞭な状況の中破壊された。6月27日、バンコク正議員は、すべての全国精神行政会に、 かの家が破壊されたことを書簡で通知した。伝統の位置にバーブの家があった。1844年5月23日にバーブはこの家でモンラーホセインに自らの使命を表明した。1942年3月にそれはバハイ教の敵機によって攻撃され破損した。1955年には破壊されたが後に再建された。 1979年のイラン革命によって再び破壊された。1981年には通りと公共広場にされた。9日間の巡礼地巡礼地としてバハイ世界センターの夏季の場所が定められている。夏季は信者に要求されるか進められるバハオラの教えの数例である。バハオラは古事記役業をする生活を禁じた。修道院制も禁じられる。 バハオラ教徒は、有用な仕事に従事する間に、精神的なことを実践することを教えられる。霊的な生活の中での自己奮起と人類への奉仕の重要性は、バハオラの著作の中でも強調されている。そこでは彼は人類への奉仕の精神において、仕事をなすことを神の前で祈り、礼拝することに等しく楽しむと述べている。バーブ手書きのヘイカル五呂性、または、ヘイカルは、 将棋エフェンディによって研究されている。厳密に言えば、語坊星はバーブによって使用され説明されたように、私たちの信仰の象徴である語坊星は、バーブとバカオラによって、書簡や手紙のソトランに使用されている。ハイカルは、ヘブライ語ヘイクルの借用語であり、それは、エルサレムの神殿を意味した。アラビア語では、この意味の他に、人体や何かの形を意味する。 バハオラは特に、スーレヘイカルにおいて、寺院の意味はそのままとし、ヘイカルを神の権威者としてのバハオラ自身の体を意味するものとして使用している。おう、生ける神殿よ。実に、我らは、天と地の間に、我が原理の印として、何を定めた。バハーイー教の象徴、旧防制アイソセフィのアブジャド法によれば、バハという言葉は旧の数化に相当するために、 Q という数字は、バハイ教において、頻繁に使われている。最も一般的に使用されている形は Q、棒制である。リングストーンこのシンボルは、アブドル・バハによってデザインされたものであり、それは二つの星によって構成されている。下のラインは、人間性と想像の世界を表し、上のラインは、神の世界、真ん中の線は、神の現れと啓示を表す。 二つの星は、バハオラとバーブを示している。1844年に、イランのシーラーズの商人聖イエドアリー・モハンマドが、諸々の宗教で、約束された人物の先駆者であると宣言して、アラビア語で、門を意味する、バーブの称号を名乗った。彼の開いたバーブ教は、実質的にイスラム教から独立した宗教であると、みなされる。シャイヒー派の神徒を中心に、 多くの十二イマーム派の信徒に支持されたが、イランの十二イマーム派ウラマーたちの強い反発を招き、ガージャール朝政府の弾圧を受けた。結局バーブは1850年、タブリーズで処刑されるが、信徒たちは今度はバーブが予言した、神が表したまうものの到来を探し始めた。ガージャール朝に使える高級官僚の家系に生まれた、ミールザー・ホセイン・アリーは、 バーブ教が開かれた直後からバーブの信徒で1852年に政府により逮捕され拘束された。このテヘランでの獄中生活の最中に彼は自身がバーブが予言した神が表したまうものであると最初に受け取ったとされる。9年後の1863年、ホセインアリはイラクのバグダードに追放されるが、ここで彼は正式に自身が バーブの予言した神が表したまうものであると宣言し、アラビア語で神の栄光を意味するバハオラの称号を名乗った。これがバハイ教の実質的な始まりである。バハオラの教えはバーブ教のほとんどの信徒に受け入れられたが、バハオラ自身はイラン政府とオスマム政府の警戒を受けてバグダードからイスタンブール、エディルネに移され、最終的には1868年に パレスチナのアッカに流され、後にその近辺にあるバージに移り、1892年にそこで商店した。アッカ及びバージの地は、バハイ教徒にとっての聖地となっている。アッカやバージ以外で、バハイ教の聖地は、ハイファのカルメル山の斜面に位置するバーブの聖病とその、周辺地域である。バーブの以外は、イランから聖地へ運ばれ、バハオラによって指定された場所に築かれた聖堂に、 埋葬された。アブドルバーハ・バハオラによって後継者に指名されたのは彼の長男、アブドルバーハの下辺を意味するであった。バハオラは長男を制約の中心と呼ぶように定め、すべてのバハイ教徒がバハオラなき後、彼の指導に従うよう指示した。バハオラ自身、彼のことを息子でありながら使と呼んだという。 アブドルバハはすでに父の長い追放と監禁の生活を共に過ごしていたが、継承後も監禁生活は1908年の青年トルコ人革命まで続いた。解放後、アブドルバハは父の教えをアラビア語で光を求めるものを意味するバハイと呼んだ。彼はヨーロッパ、アメリカ、カナダに旅行して世界的な戦況を開始し、 多くのバハイ教文献が様々な言語に翻訳された。1921年11月28日に、アブドルバハはハイファで亡くなった。遺体は、バーブの意外のある性病に埋められている。将棋エフェンディアブドルバハの孫であり、また、バーブの血を引く。アブドルバハは父、後継者として、最年長の孫、将棋エフェンディを守護者に任命した。アブドルバハの時。 将棋エフェンリは、オックスフォード大学の学生であったが、1921年から1957年に、イギリスで死去するまでの36年間、バハイ共同体を導き、世界的規模の共同体の確立の基盤を敷いた。また、この間、バハオラとアブドル・バハの著作の翻訳も、精力的に進めた。将棋エフェンリの時代にハイハのバハイ教本部は、世界センターに発展し、 バハイ教の世界不況は大いに進展する。1957年にエフェンディは死去するが、彼は生前に後継者を指名しなかったばかりか子供もいなかった。このため、バハオラの頃からバハイ国際共同体の運営の任務にあたり、実務を司さっていた大業の抑制者による集団指導体制へと移行した後、1963年に、 世界的バハイ共同体の行政管理を司る最高機関としてバンコク正議員が設置された。日本でのバハイ共は1875年のアブドルバハによるいくつかの言及の後に始まった。日本人のコンタクトは1902年山本寛一がハワイホノルルに住んでいた時が最初であり、ついで藤田最治郎による。1914年に ジョージ・ジェイコブ・オーガーとアグネス・アレクサンダーが日本へ開拓した。アレクサンダーは1967年までの間、約31年日本で暮らした。日本本土で最初のバハイ教への入信者は福田菊太郎だった。バンコク正議員バハイ教には聖職者はおらず、各地のバハイ共同体は地方精神行政会と呼ばれる行政機関により管理されている。 同様に全国精神行政会と呼ばれる9人のメンバーから構成される行政機構は全国バハイ共同体の事務を支持し調整する役目を負う。その上にバンコク正議員という世界的なバハイ共同体の行政管理を行う9名のメンバーから構成される機構が置かれる。これらのメンバーは成人のバハイ教徒の中から 共同体に役立つことができる信徒を汚染することになっているが、自分から立候補したり、選挙運動をすることは禁じられている。バンコク正議員は、次の検事者が出現するまで、全世界のバハイ教徒を指導するとされる。バンコク正議員には、バハオラが法律書、ケタベアクダスに記していない、詳細な事項について、法律を制定し、また、 時代の変遷に応じてその法律を開廃する権限と機能を制約として有している。制約は、バハイ教の中での分裂や分派の形成、共同体内での個人の独善的な解釈を阻み、刑事と教えを守る役割を持つ。それゆえ、バハオラの後継者、アブドル・バハとその後継者、将棋ンデー及び常述の万国正義員の正当性を否定し、 無視する信徒、または他の個人や機関を正当性のあるバハイ共同体の機構だと訴える信徒は、制約を破る人としてバハイ共同体から除名されることがある。ハイファと西ガリラヤのバハーイー共生地群として世界遺産でもあるバハーイ世界センター階段の上に立っているのが、バーブの性病悪世界センターは、バハオラ病。 バーブ病とカルメル山の庭園とアークの建築物を含むエリアからなっている。アークは、和イ教本部の複数の建築物の総称であり、バンコク正義院所在地、国際教育センター、国際文書館、聖典学習センターからなる。5番目の国際和イ図書館の計画は、土地所有者との売買の問題で建設されていない。国際的な管理と調整が、 世界センターで発生し、国際レベルで影響する宗教に関する決定や、聖典の研究や翻訳を含んでいる。世界センターは巡礼のための目的地となっている。2008年7月、ハイハト、西ガリラヤのバハイ教聖地群として、世界遺産に登録された。バハイ教には、聖職者はなく、説教も天礼も決まった祭礼もない。ほとんどのバハイ教の集会は、 個人の家、地域のバハイセンター、何らかの設備を借りて行われる。2017年、カンボジア初となる礼拝堂が、バッタンバン州において建設された。バハイ礼拝堂、マシュレゴール預かるウィルメットのハウス・オブ・ワーシップ、ロータス寺院、ニューデリーこれは、バハイの聖典で、バハイ礼拝堂と呼ばれる機関を指す。これは、病院、大学を含む複合体の中心を形成する。 最初のバハイ共同体が設立されたアシガバートは当時ロシア領でありイランでの迫害を逃れたバハイ共徒はアーゼルバイジャーンやトルクメニスタンへと逃れたアシガバードでもシーア派過激派がバハイ共同体を襲撃したが行政府は襲撃者を逮捕し裁判にかけたこれは公式な行政府がバハイ共徒に対する迫害を許さなかった初めての例であり アシガバードは、バハイ教徒の居住地として、有名になり共同体は発展した。後に、すべての宗教を非合法化とした、社会主義政権となり消滅した。現在世界では9カ所に、大陸礼拝堂があり、バハイ教徒以外の宗教信者にも祈りの場として、解放されている。アメリカ合衆国、イリノイ州、ウィルメットウガンダ、カンパラオーストラリア、ニューサウス、 ウェールズ州シドニー・ドイツ、ホフハイムラゲン,ンハイン・パナマ、パナマシティ・サモア、ティア・パパ・タインド、ニューデリー・チリ、サンティアゴ・カンボジア、バッタンバン・バハオラは、人類集合のこの時代において、世界的政府の必要性について書き記した。この強調されたことに従って、国際的場合のコミュニティは、国連のような組織によって、国際関係を改善する努力をすることに決めた。 バハイインターナショナルコミュニティは、ハイファのバンコク正議員の指導のもとに、これらの組織に、顧問の地位を持っている。バハイインターナショナルコミュニティは、ニューヨーク、ジュネーブの国際連合に、事務所を持ち、地方委員会での大議権を持ち、アジズ・アベイバ、バンコク、ナイロビ、ローマ、サンティアゴにも事務所がある。バハイ教は、世界が一つの国際的な補助言語を採用することを、主張する。 その目的は民族間、国家間でのコミュニケーションと統一性を改善することにある。しかしながら、その補助言語は既存の自然言語を抑圧するものではなく文化的な区別を保存するために多様性の中のと統一という概念を適用しなければならない。バハイ教の教えには人類の単一性に対する強い焦点がある。それは、 世界の民族間の改善されたコミュニケーションを有機的な世界の統一性に関わる部分だとみなすからである。非常に多くの言語の存在が情報の自由な流れを阻害し、平均的な人間が世界の出来事の普遍的な展望を得ることを困難とするので、バハイ教は言語の現在の多様性を人類の統一性にとっての障害とみなす。 国際補助言語の選択と制度化の原則は、バハイ教の重要な教義の中にある。バハオラは、イシュラーカートとマクスードの書簡の中で、共通語の不在は異なる言語の民族間のコミュニケーションの不足であり、世界の統一への主な障害であり、言語による誤解が、世界平和への努力を蝕む、と教えた。彼は、人々は、 お互いに理解終るかもしれないと人類が母国語に加えて補助言語も学校で教えられるように主張し補助言語が採用されないままでは人類の完全な統一は実現されないだろうと述べたアブドル・バハーは国際補助言語の原則の促進を人類の世界に対する第一の貢献としそう実現を人類に利益と喜びが与えられる時代の最も偉大な達成と呼んだ しかしながら、バハオラは、補助言語は既存の自然言語を抑圧するものではないと強調した。バハイ教は、文化的に異なる成分が単一性と互換性を持ち、人類が世界の至るところで様々な文化によって豊かになるとする。言語的少数派は、自分の母語に従って文化を維持するので、国際補助言語を持つことが大多数の、 言語グループからの圧力を退りけ、少数言語を保持するであろうとする。バハイ教のいかなる権威者も国際補助言語にどの言語を採用するかということは明示しなかった。バハオラーは次のように述べている。世界言語は既存の言語から選ばれるか、発明される言語から選ばれるであろうアブドル・バハはエスペラントの理念を称賛した。19世紀後半から20世紀前半の エスペランティストとバハイ教徒の間には共通点があった。1913年2月12日にパリエスペラント協会で述べている。ドクター・ザメンホフにエスペラントを作らせたもう高みに賞賛があれ、それは国際的な通信手段になる潜在的な特質を持っています。私たちはこの大きな努力のために彼に感謝するに違いありません。 この方法は彼の同胞たちに非常に役立ったからです。エスペラントの熱心な推進者の不屈な努力と自己犠牲によって、エスペラントは世界的なものとなるでしょう。したがって、私たちすべての人はこの言語を学ばなければならないし、可能な限りそれがより広く認められて、世界すべての国家及び政府によって受容されるかもしれないし、 公立学校のカリキュラムの一部になるよう広げなければなりません。私は将来の国際会議や協議会でエスペラントが採用されることを望みます。そうすれば人々はたった二つの言語、自分の母語と国際語の二つがあればいいことになるでしょう。世界の人々の間に完全な統一が確立されるでしょう。今日様々な国家とコミュニケーションすることがどれだけ困難か。 考えてください。50の言語を学んだとしても、さらに他の国に移動すれば、そこの言語を知らないかもしれない。私は、あなた方が、極めて努力することを望みます。そうすれば、このエスペラントという言語が大いに広がっていくでしょう。こうしたエスペラントに対する行為にもかかわらず、正義へフェンリとバンコク正議員はエスペラントを補助言語とすべきという公式な指示はないということを、 強調した。現在、バハイ教王とエスペランティストの活動的なサブコミュニティが存在している。バハイエスペラント連盟は1973年に設立された。また、ルドビコザメンホフの末娘であったリディアザメンホフはバハイ教徒であった。アブドルバハの求めで、アグネス・ボールドウィン・アレクサンダーは、初期のエスペラントの衝動者となり、日本での会議や会合で、 バハイ教を広げるために、それを使用した。バハイ歴は、バーブが宗教を宣言した年である1844年3月21日を、起点として定められた暦を基礎とする。一歴年19ヶ月、一歴月19日で、太陽年に合致させるために4日か5日のウルービーがある。新年はペルシャで、伝統的にノールーズと呼ばれるものに相当し、 断食の月の終わり、3月21日の近くの春分の日に生じる。コミュニティはフィーストと呼ばれる会合のために各月の初めに集まる。ありがとうございます。